あつき、お疲れ様。兄貴、お疲れ様です。あつきはラジオ始めてたけど大丈夫そう？いやもう兄貴についていくだけなんで大丈夫です。自分は2回目なんで頑張ってやっていきたいと思います。せーの、マリーンズマンデーラジオ。千葉ロッテマリーンズの茶谷健太です。友杉あつきです。今回は僕たち2人が担当します。さあ、この2人関係性ですが、まあもう師弟関係みたいなこともあり、 SNS だとチャーすぎ、なんか言われてるんでしょ。 SNS やってるんで分かりません。覚えてないです。言われてるらしくて、まあニコイチみたいな、可愛いみたいなことを言われてますが、どうですか実際には。いやまあ最初全く喋ってくれなかったんですけど、徐々に話してくれるようになって嬉しいです。そうですね、同じポジションなんでこう話す機会が多くて仲良くなったかなと思います。仲良くなった機会ってどうして？いや、キャンプの時に結構いいですかね、担当スカウトの方にちょっと話し会話してあげてって言われた時に結構喋りかけて、そこから徐々に心開いてくれた感じですね。早かった、じゃあに心開くのは。え、どんぐらいでした？多分キャンプ終わってからだと思いますよ。心開き始めたな。はい、よく喋ってくれるようになったなっていうのは。今日、チャオは一昨年かな、ラジオ出たよね。はい、どうですか、アツキを引っ張っていけますか？いや、やっぱ今は友杉さんに引っ張っていただきたいと思います。今日ははい。というわけで、この番組は野球の話は一切なし、僕たちの素の会話を楽しんでください。マリーンズマンデーラジオ。さて、今回僕たちはこんな企画にチャレンジします。チャースギコンビで挑戦、バディークイズ。佐谷と友杉はチームメイトに雪見大福みたいに一緒にいるところを目撃されています。今回はそんな2人で協力して複数答えのあるクイズに30秒以内に正解していきます。どうですか、自信ありますか？本当になんかあの2人にまつわる、まあ、ちょっとクイズというかなんですけど、まあ、本当に何も教えてないから今急に始まるから頑張りましょう。はい、クイズに30秒以内に答えてください。30秒を超えて答えられなければ失敗です。全部で4問で、答えは複数あるので全問正解目指して頑張ってください。では早速行かせていただきます。チャースギーコンビで挑戦、バディークイズ第1問。1992年、千葉に移転して以降の千葉ロッテマリーンズ、歴代監督を現在の吉井監督を除いて5人答えてください。よいしょ。では行きます。よーい、スタート。井口さん、伊藤さん、バレンタインさん、西村さん、あつき最後行こうよ。最後、兄貴わかんないです。終了でございます。OK。 すごい4人も。八木沢さん、江尻さん、近藤さん、山本浩二さん。うわ、山本浩二さん。意外とそんな昔じゃないですね。山本浩二さんは99年から2003年。あ、そうなんですか。うわ。だってそんなもん。出てきたけど。生まれてないですもん、1999年。1992年からでしょ。で、2004年から2009年がバレンタインさんやから、その後にもう一回バレンタインさんやってるから、多分その印象だ。だからバレンタインさんが2人いるってことでも 5人じゃない。結局。2回やってるから。はい。OK! クリア。正解。じゃあ次、チャースギコンビで挑戦、バディークイズ第2問。マリーンズの中で、千葉県出身の選手、7人います。全員答えてください。はい。交互に行きたいと思います。はい、よーい、スタート。唐川さん、横山、違うのか。え、俺一人も分からんかもしれない。うっそ。
うっそ。え？嵐。あ、現役か。5、4、3、2。あ、池田大地さん。終了でございます。イエーイ。2人。うっそ。誰ですか？秋山。横山、横山は高校が先輩。二松学舎の千葉出身なんですか。そうで、早坂、そこね、分かりそう。あ、村山。村山。で、黒川。知らない。で、古谷。芝居。七島。あ、そっか。これで7です。いいっすね。面白いね。全然わかんない。本間さんとライトしか出てこない。古谷ぐらいまで出てくるかなと思ったけど、早坂と。確かに。やってるな、これは。チャラすぎコンビで挑戦、バディクイズ第3問。茶谷選手のように、茶のように名前に色が入っているパリーグの現役選手5人、よーい、スタート。茶の族よ、もちろん。上茶谷さん、セリーグでしょ。嘘やろ。チーム内にもいるし、なんならさっき言ったし。5、4、3、2、1、終了です。誰ですか、誰ですか。まずマリーンズ、金田、金目。あ、それ色なんですか。あ、ゴールドか。黒川、さっき言ったね、黒ね。白浜、白ね。ハム、金村、うん、黒木、うん、一応水谷、水、うん、でソフトバンク、赤羽で、オリックス、紅林、赤ベニー、へー、茶の茶ね。西武、青山、金子、住谷銀次郎さん、黒田、赤髪。自分たちのクイズ難くないですか。みんなこんな難しいですか。いや、みんなやってない。これ初めてというか。あ、そうなんですか。で、楽天、黒川、青の前田、うん、難しいですね。一人も出てこなかった。頭使わないと。もうちょっとあるかなと思って。頭使わないと無理ですね、これは。いきますね。でも一人出たらいっぱい出そうやったっすね。だって金に行けるんやったら、うん、金めっちゃいるっすもんね。そうそうそう。今回の担当は茶谷健太と友杉敦樹です。マリーンズマンデーラジオ。チャースギコンビで挑戦、バディクイズ第4問。身長171センチの友杉選手より同じかもしくは低いマリーンズの選手全員挙げてください。ちなみにこれは名鑑、選手名鑑で見て一応その数字を書いてる人を抜粋してるはずなんで、はい、ロッテですか。マリーンズで、まあ人数で言うと4人います。厚木抜きで4人、うん、公表してる数字ね。171センチより以下、171センチって公表してる人。え、171センチ、1センチより以下。171センチも OK。あつきと一緒だ。171か70以下。あ、以下。69とか68も。よー、スタート。美馬さん。田村さん。小川さん。はい。誠一郎。アイト。黒川。松松石。終了です。つよしです。つよさん171センチって公表してます。タムさん何センチで公表してるんですか。タムラ、はい、172とかじゃん。あ、そういうこと。2の人も結構いいんだよ。172って公表してる。あ、そうなんですか。難しいな、それは。多分2172。絶対170じゃん。松石なんだよ。松石175、うん、でかいな。プロカーも多分その176とか7とか多分そんな。以上でございます。はい、正解した。1問目だけど正解したんな。はい、1問目だけ正解したね。
はい、ありがとうございます。嬉しいです。怪しかったけど一問。あ、でもやっぱマリーンズのことやからね、正解しとかんとな。これバレンタイン、サンフラワー2回ね。そうっす、それで5人ですよ。2人、OK。 というわけでクリアできたのは1問でした。すごくすごく難しかったです。どれが特に難しかったですか？色か。色とかもそうですけど、ちょっと意地悪だなと思いました。そうですね、30秒じゃ厳しいですよね。はい。1分あとできてた。5分あれば。以上、チャースギコンビで挑戦バディクイズでした。というわけで今回のマリーンズマンデーラジオエンディングです。まあ、いつも通り喋ってる感じだったんで、すごくやりやすかったです。そのチャーが、はい、あ、いつも通りなんで、はい、どうですか兄貴が。いや、いつも通りじゃなかったです。好感度狙ってます。しっかりしてると。はい、しっかりしてます。てる、はい、やっぱこうやって言ってくれるようになって嬉しいです。自分は冗談の声って、あ、はい、こういうね、はい、こうやって言ってくれて、はい、好感度狙ってます。好感度狙ってます。次回の配信は9月9日月曜日。どの選手が担当するかは千葉ロッテマリーンズの公式 SNS で発信します。配信まで楽しみにしていてください。また千葉ロッテマリーンズの公式 SNS ではこのラジオの感想や僕たち選手に聞きたいことを募集しています。ぜひチェックしてみてください。今回の担当は茶谷健太と友杉敦樹でした。お疲れ様でした。